どうも、テルエモンです。今日なんですけども、ソリッドワークスの練習問題、セクション E のプログレム3をやっていきたいと思います。このような形状ですね。これ基本的に円を描いて押し出して、形状を作っていって、ですね、この辺にカットする部分とか、こっちは切り込みがあるので、その辺を後からカットしていくというような、 やり方でやってみたいと思います。まずは平面にスケッチを開始しまして、円を描いていきたいと思います。原点中心ですね。原点クリックして1個描いていきます。こちら直径35です。内側。で、外側が 9mm になりますね。まずは直 直径35。で、この直径35を外側に9ミリですね。なるので、もう一回書いてもいいですし、オフセット、エンディットオフセットを使ってもいいかなと思います。クリックして、これ9ミリですね。はい。9と。ですね。で、ここでまず、 一旦押し出しで、厚さ九ミリですかね、作っていきます。フィーチャーの押し出しボスベースですが、一、まあ、回スケッチ終了して。で、フィーチャーの押し出しボスベース。で、九ですね。九。さ9、九。九ミリで。 OK ですが、ブラインドでいいかな中間平面じゃなくていいので、ブラインド。ブラインドで9ミ、mm、リ。上に押し出していきます。続いて、ここですかねちょっと拡大しますこの切り込みですね。作っていきたいと思います。また平面にスケッチですね。 で、ちょっとわかりやすいす、まず最初に中心線、原点から書いておきたいと思います。下にですね、とりあえず一本書いておこうかなと思います。まあ、ちょっと基準になるものを説作っておきます。で、何で、四形なんですけども、形中心で書けば最初か大象になるのです、ただ、原点からではなくて、まあ、ざっくりこの辺から一回書いておきます。 で、こんな感じですかね。はい。で、スマート寸法で、これは原点から、ここの距離が21ですかね。で、ここの厚さですよね。1.5。 こんな感じですかね。真、まあ、下は少し伸びてても問題ないので、長くてもですね。ええー、まあ少し寸法一は取っとくんですと、シフトキーを押しながらかな。シフト式を押しながらこの円をクリックすると、円コとを円クリックすると、ここの距離を入れるので、 まあ例えば必ずはみ出すように作りたいので、5ミ、mm、リとか必ずはみ出すようにしとけば、この円が大きくなった時もですね、推奨して変更になるのでいいかなと思います。スケッチ終了しまして、フィーチャー押し出しカット。まあ、平面に書きましたので上に。まあ、全滑両方でもいいですし、まあ、上だけでいいかなと思いますね。 はい。全貫通でこうカット。で、あと続いて、こちらの丸い穴ですね。まあ、斜めから見る、斜め使か？えー、東手塚見るとこういった状態になりますが、単純に言うてこれは、横から見たときに穴に、丸い穴になっているので、まあ、右側面にスケッチ入ります。 ちょっと断面切っとはわりやすいな。僕の状態ですね。っそっか、ここの中心取るときに中間平面の方がやりやすかったってとこですかね。あと原点中心に取りやすかったので、一回すみません、キャンセルします。 もう一回解除して、この押し出した時のフィーチャー編集ですね。中間平面の方が良さそうです。そこまで考えずにつま作っていたので、中間平面。で、カット押し出しも、全貫通になっては大丈夫だと思うあ、全貫通、全貫通、ごめんなさい。ということになってたんですよね。ごめんなさい。 まあ、いずれすいません。両側カットしていきます。で、右側面にもう一回スケッチ入ります。で、断面切り。えそうすると、ここが基準になって、ここについて原点基準に中心に円をかけるので、やりやすいかなってところですね。めんなさね。で、ここに円の中心を持ってくればいいので、 のが書きやすかったかなっていうところですね。で、この円の大きさが直径4ですね。で、この4.5って寸法があるんで、この円の中心と、このライン取れるのですね。ここの距離が4.5ですかね。 ちょうど真ん中に来た感じですけど、ここの4.5って寸法ありましたの、ね、で、これを使っていったと。ただちっちゃい穴の方から直径 4mm の穴から開、ね、けていきましたと。ここにも4.5が書いてますね、きちんと。はい。ただ、ここのちょうど真ん中にしたかったので、まあ、こうしてじ、あの、なければ、まあ、書いてもよかったんですけども、まあ、原点をここにしてもすね、作りやすかったので、えー、押し出すとの中間筆を、作って、 で、押し出しましたという形ですね。はい。今このままですね。で、こちらのスケッチを押し出しカットで、中間平面で14名ですかね。中間平面にして14。はい。中間平面にして14って形ですね。 ちょっと断面を今度は。はい。そしたら今度はここの面から先はですね、直径6ミリですかね。どうしていきましょうかね。もう一回右側面にスケッチで。ちょっと一回適当にかけますね。で、6ミリ。 同心円にすればいいんですけども。まあ一応こちらを表示させて、こちらの円とこちらに書いた円。コントローキーを押しながら選択します。で、同心円で同じ中心になるようにと。これはスケッチ表示にします。まあすいません。いろんなやり方があるんですけども、こちらでやっていきますね。スケッチ終了。で、押し出しカットですね。 えい。そ押し出しの開始位置なんですけども、面、平面を選びまして、ここの面からですね。で、全貫通ですね。そして、押し出しの開始位置をここの面からにして、ここから先を全貫通。で、ちょっと作ってみました。 ま、ここの面にスケッチ書いてでも良かったんですけども、そんな形で。もう一回スケッチ処理しますね。ま、こちらスケッチをまた押し出しカット。で,で、開始位置をサービス面平面で、この面基準に、ま、こちらがですね、全貫通で。 まあいろんなやり方あります。ここの上にスケッチ描いて押し出してミラーという手もあるんですが、今回は。まあこんな形でちょっと作ってみました。で、断面解除しますね。はい。断面作っとくといいですね。断面、これクリックしますと。こちらからヘメ選べるので。まあどのヘでカットするかというのを選びますと。はい、あっ と最後、面取りですかね。えー、1、C1 の面取りを6箇所ですか。6箇所。ちょっとまずやってみます。面取り。まず1ミリですよね。1、2、3、で、4。 6箇所になるんですね。5,6ですかね。まあ、外側、内側の円の部分。変な部分ですね。レントリー入れましたと。これで完成でいいのではないかなと思います。材料指定ですね。材料が、大金庫ですかね、多分これ。 7700。7700で合ってますので、適用して閉じます。で、質量を測っていきますね。78.33。ですね。78.33で同じになりましたので、OK ですね。はい。今回も無事にですね、完成しました。こんな形ですね。 よいしょ。はい、今回の部分は、そうですね。ちょっとまあ難しいところも多少あったかなと思いますが、まあ形としてはシンプルな形ですね。まを描いて押し出したり、まああとは、地道にですね、図面見ながらカットするスケッチを描いて、押し出しカットしていきますね。出来上がるという感じだったかなと思います。はい。 それでは今回の動画はこれで以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。